では、ひきわり納豆。砕いた大豆を発酵させ作るんだけど、実は、ひきわり納豆の方が健康にいい？じゃあ、どうして潰すといいのか、一茂さんは知ってるかな？消化を助けるため。どうだ？表面積が大きい分、栄養が高いと言われている。なんだよ。粒よりも多く納豆菌が付着し発酵するため、栄養や旨味が上がるのだそう。青森と秋田の県境あたりが発祥という説もあり、東北では小粒よりひきわり派の方が多いというデータも。